ヤンキー風リーゼントのコスプレをする人々。リーゼント、またはリーゼントスタイルとは、ヘアワックスやポマードなどの整髪量を利用し、両側頭部から髪をなでつけ後頭部で、愛の字型にぴったりと合わせる髪型、または前髪を前方と髪型に膨らませて、ボリュームを持たせる髪型の一種で和製英語である。本来は、リーゼントとは、 ダックテールのことを指したが、後にダックテールと組み合わせて用いられることが多い、ポンパドールのことと混同されるようになったという説も、あるが、検証が必要である。現在では、ほとんどの場合は、リーゼントといえば、ボリュームのある特徴的な前髪のことを指すようになっている。ダックテールリーゼントとは、もともとは、英語圏では、ダックテールと呼ばれていた髪型の日本での呼び名であった。 ダックテールの最大の特徴は、後頭部での形状にあるが、日本ではしばしば前髪を高くしたポンパドールを指す、ものと誤解されている。ダックテールとポンパドールを合わせた髪型は、1940年代から若者の間で見られるようになり、1950年代半ばには、エルビス・プレスリーらの影響で、世界的な大流行となり、1970年代から1980年代にも、 リバイバルで流行した。1960年頃から日本では、リーゼントは、ポンパドールのことであるとすり替わったとされる。英語圏ではポンパドールを略して、ポンプと呼ぶことも多い。エルビス以降、ロカビリーファッションの象徴となったポンパドールとダックテールだが、日本では、不良やヤンキーの代名詞として、リーゼントが認識されている場合がある。原因としては、 不良スタイルで一世を風靡した横浜銀梅がパンチパーマをかけたポンパドールスタイルであったため不良イコールリーゼントという認識が広まったためと考えられる。1950年代のアメリカやイギリスでもロカビリーの音楽やファッションは不良の好みであるという世間の認識であった。戦後とはいえ冷戦ムードの最中で未だ社会の保守性の残っていた50年代では 親や教師の多くはスポーツ狩りやレギュラーカットを好んでいたが多くの若者は反抗的なこの髪型に飛びついた。リージェントストリート日本ではリージェントと呼ばれるようになった理由には諸説あるイギリスの首都ロンドンのウェストエンド地区にある左右双子の大通りリージェントストリートに由来するという説。両サイドの髪をなでつけ後頭部で 愛の字形にぴったり合わせた髪型を、頭上から見た流れが膨らんで合流する、この大通りの軌道に似ていることがその名の由来となったと言われる。他の説としては、1930年代のリーゼント街で流行っていた、サイドを後方に流す髪型が、雑誌や映画などで日本に伝わり、現在のような髪型全体を指して、リーゼントと呼ぶようになったというものである。さらには、 1930年代にイギリスの摂政皇太子だったエドワード8世に由来しているという説もある。この髪型を和製英語のリーゼントと命名したのは日本の利用士である小田原俊之とされるエルビス・プレスリー。後頭部をダックテール、前髪をポンパドールにしているリーゼントの元祖であるダックテールとポンパドールの歴史について述べる。ダックテールは フィラデルフィアの理髪師、ジョー・セルロが、ダック・エスアスとして1939年に考案したものが初期の記録として残っている。また、男性のポンパドールも1930年代から見られるようになっている。1950年代、アメリカでは、頭頂部を短く平らに刈り込んだスタイル、フラットトップにし、後頭部をダックテールにするというような手の込んだ形状の、 デザイナーズスタイルが流行した。また、ロックンローラーやロカビリアンたちの間でも、後頭部をダックテールにし、前髪をポンパドールにした合わせ技に人気があった。これは、80年代のパンクの影響を受けた、サイコビリーのクイッフのような直線的なものと異なり、櫛でいかに美しく色気のある曲線に溶かしたテルカを、競った芸術的なものであった。曲線的なものを、 ロカビリーポンプ、直線的なものをサイコビリーポンプと呼び分ける場合もある。カリフォルニアでは、後ろ髪のダックテールに加えて、長めの前髪をウェーブのかかったポンパドールにする、ブレーカーと呼ばれる髪型が流行った。同時期のイギリスでは、後ろ髪をダックテールにし、ボリュームのある前髪を頭頂部に集める、クイッフにするスタイルが、鉄や、 ロッカーズと呼ばれる若者の間で流行となった。前髪の一部を額の前方に垂らす場合は、エレファント、エストランクと呼ばれる。日本でも戦後のアメリカの影響下で、1950年代にリーゼントはロカビリーと共に流行したが、面倒なダックテールは数年で廃れることとなった。本来、リーゼントは蒸気ダックテールと、 同義的意味の名称であったが、1960年頃には、本来は、ダックテールとのコンビネーションスタイルである、ポンパドールだけが残り、これがポンパドールをリーゼントと混同する誤解の原因であると考えられる。その後1980年代に入り、ロンドンの50、S リバイバル、プレスリーなどのロカビリーブーム、パンクの要素を取り込んだサイコビリーの誕生とともに、流行は、 東京に飛び火し、滝下通りにたむろする、ロックンローラー族の若者たちなどはこぞって、ポンパドールやクイッフを合わせ持った、リーゼントスタイルを愛好した。70年代後半のロンドンの鉄のリーゼントの、とさかは、80年代の日本のヤンキー漫画バりに、非常に巨大化している。80年代の日本では、リーゼントは、ヤンキーの髪型として流行したが、1990年代には、 衰退した。現在では一部の愛好家の間で見られるのみとなっている。ポンパドール、ダックテールを組み合わせた髪型は1950年代になって突如としてエルビス・プレスリーが始めたわけではなく、その前兆はロサンゼルス、ロンドン、東京など流行に敏感な都市ではすでに1930年代から見られていた。1930年代に流行していた ポマードで前髪と横の髪を後ろに投げつけるオールバックが徐々に発展し、1950年代の洗練された後頭部で愛の字に揃えるダックテールと前髪は一度前に膨らませてから後ろに持っていくポンパドールに行き着いたと考えられる。そもそも女性の髪型ではポンパドールや日本髪の高島田のような前髪の造形は以前から行われていた。 RCC 中国放送の調査では、現在の日本で見られるリーゼントスタイルは、戦後に尾道市の利用し小田原俊之によって確立されたものだという。1950年の読売新聞では、すでにリーゼントという名称が使われていたという。もう一人、リーゼントの公案を主張している者に、銀座の利用士である増田英吉がいる。 彼は1933年頃に欧米を中心に流行だったオールバックを日本人の頭部の形に適するよう一度前に膨らませてから後ろに殴るけるリーゼントを考案したと語っている。この髪型は1936年の日本利用通信にも時のイギリス摂政皇太子だったエドワード8世の写真とともに紹介されているという。この髪型はエノケンも採用したが、 50年代のリーゼントと比べると前髪のボリュームはそれほどない。戦争の激化につれてシャビな髪型は今占められたが戦後の1947年のアメ横の闇市ではこのリーゼントの若者が復活したというこれがどのような髪型だったのかは当時の写真などの調査資料が待たれる1925年の小説グレート・ギャッツビーの主人公 j ギャッツビーは10代の頃はポンパドールにしていたという記述がある。1930年代半ばから40年代を通じてロサンゼルスのメキシコ系アメリカ人のパチューコ、女性はパチューカと呼ばれた不良グループはすでにポンパドールの髪型を始めており40年代半ばにはダックテールとポンパドールを組み合わせた髪型も始めている。ずっとスーツを着てポンパドールに セットするのが彼らのファッションだった。また、白人の映画俳優の間でも、1930年代から当時流行のオールバックに前髪を長めにして、ボリュームを持たせるスタイルが始まっており、1940年代には、さらにボリュームのある前髪も見られる。1940年代のアメリカでは、すでに多くの若者が、ポンパドールの髪型をしている写真の記録が残っている。 1940年代のグリーサーズと呼ばれた不良の若者たちもポマードでガチガチに固めた髪型をしていたを塗ったようなテカテカの頭をしていた。彼らの中にはダックテイルにしている者も,もいた。なお、アメリカではリーゼントと言っても通じずグリーサーヘアが一般的である。ありがとうございます。